少女高橋由樹選手、あなたはサッカー選手をよく頑張りました。その頑張り、痛みなのに我慢してサッカーを続けました。この頑張りをたたえ、これを差し上げます。パパ頑張ったね。これからは私たちがいっぱい走るから応援してね。2021年12月4日ゆういつき水木より。世界一の表彰状です。